サンマイベント戦、ビリオンカップ予選 A6 半チャン目を打っております。1-2、1-2-2 みたいな。まあ、3チャン引いてないんで、ね、悪くはないんですけど。S 賞、ランキング。ランキングはちょっとおこがましいな。まあ、S 賞、目標の S 賞には程遠いなと。ここから1-1-1と来るのか。3-2-1みたいな。3-2-3とか。下がるのかで、勝負は決まる。決まる。開示でそんな試合ありました。わかる人は、ああ、あったね、と。嫌じゃないし、まあ、ある意味、捨て曲というか。ホームランでも狙ってみようと。トラはパーピン。逆配はシャア。惜しいよ。シャア、本一、ドラ1、8000。何かも一つついて、ハネマン。リーチして積もってなんてなると、バイマンとかが見えてきます。プレイヤー、これでリアンシャン点です。メンツは十分。老朽ピンと、まあ、二つの両面になるんで、もう4面ツ1ジャンとはいきそうです。ここも我慢。つもぎりが続きます。プレイヤー、イーシャンテン。4と9のくっつき、イーシャンテン。一番いいのは、まあ普通に両面でいいですね。均衡を破るのは果たして誰なのでしょうか。まあ6引いてきて、9がないのか。ってことは、普通に、数ピン回り引いてきてリーチ。これでいい。うわ、いいな。いいな、親の時に三面ちゃんのリーチ一発つも、もう。よしって感じですね。18000点。まあ、トン三曲の親で、それを仕返せば、平らになるわけで。プレイヤーはシャーチャです。よし。なんだこれ。まあ、自敗ももう二つぐらい統一統一にして、総図の染めて、国士無双はいいかな。国士はいいです。まあ、もう二つ、役牌もう二つぐらいこう重ねて、総図の染めて、役本一8000みたいな、育てば、そういうやつ。手が進んだ。あとはシャーとハック重ねて、まあ完成。まあ、メンターツできたんで、十分です。欲しいよ。泣こうと思ってたら三馬だと。泣こうと思って待ってたら、まさかの面前転敗。これがあるんで、本当いつか。次に、6とか8入ってきたら、役牌と役牌のシャボリーチ。サンマだと泣こうと思ってたのが出なくて、結果面前で転敗。しかも本一とか。あるあるなんで。一切は役今出たらポンして。パーソーが2枚見えてるし。ソーズの7、9払って役本一サブローソーに持っていきたい。クは残り1。チュンは2。平は2。おお、そう、こういうパターン。プレイヤー、イーシャンテン。ポンしようと構えてたらまさかの面前転敗。役牌と役牌のシャボ。リーチ、本一、通、役。一番最初に仕掛けるのは誰か。いや、ダマテンで役、本一、通。ただ、今気づいた。残り1枚。パーソーが出た瞬間、このまま静かに場が進行していくのか。終わってしまう。もうこの順目なんで、今張ったらダマテンですね。どんな形でもダマテン。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。まだ2の方が親の現物。トイメン、ソーズを連打。来ました。ハネマン天才。誰も上がれない。まあ、手はちゃんと育ったんですけど、順目が遅いですね。
酸素は残り1。上からトスみたいな、そんな詩を見せたかった。トン2曲をピンズオインで自然な形で手なりでピンズのメンズの面前本一までいけそうです。まあ、もしかしたらドラガロウソウっていうのもあって、まあ赤ウソウとか引けば面単品いこうかなとか思いますけど、日本は親でもないし大きくいっていいなぁと。チートイツリーシャンテン、ここでリーチ、プレイヤーが勝負に行くのか注目。果たしてチートイでテンパったらドイツがいい、どの町がいいんだ。ロンプレイヤー、これはいい、マータリアン、うっそ、早い上がりですね。痛い痛い、勘弁してくれー。まずい、バランスが崩れてきた。この親番で5万点くらいひっくり返すのはまああるんで、ダブトン、ドラ1、コッパ十分。トンだけはもうポン、あわよくはもう一つつけて親マン。あ、ドラがいいそうか。いらねえ。よし、伸びてきて。できればウーソーにくっついて、今のうちからもうウーソーにくっついてください。それだけはポン。ここで仕掛けていく。これでリャンハン確定です。あとウーソーにくっついてペンチーソーを嫌っていければいいなと思いますが、まあもう貼ったらいいです。これでダブトン、ドライチ、コッパ、ローピンの缶はない、チーソーは上から出るぞと。上がチーソーをつかめばつもぎり。各茶どのように打ち回していくのか。おっと、合わせて動き出した。1、おっ、ロン、ちょっ、神茶、これは思わぬ失点。攻撃的だな、しかも実ってるし。勢いに任せてもうイケイケリーチだ。あー、いいサーツですね。言葉のサイン、あー、いいサーツ、いいわピンズ。国士と言いたいとこだが、ドラが多いんで、ドラ使いまくったドラさんリーチ。リハイドラさんでもいいよ。プレイヤーこれで一歩前進。まだまだトップが取れるのがサンマです。一番最初に、さあこの範囲に、ここはスループレイヤー波が16500。ちょっと箱の可能性、インパチなんて、ダマでインパチなんていうのもあるんで、トン3曲親が回ってくる前に自分が箱ってしまった。他の人は親2回、私1回だけ。これはこれだけはしたくない。なのでここは親に親を回す先手見て流れも、まあひょっとしたらありかもしれないが、し、何本された。ほらはいいピン。あ、あ、まあションパイか。各茶相手の出方を伺っているのか。点数足りないんで、逆転しま、ラッシュするなら何3局ですけど、何1何2でも少し返しておきたい。なんだこのリーチ。まあ、ピンフ系なんで普通のリーチ。面ピンリーチっぽいけど。読めねえ。わからん。7ピンの壁を使ってなんですけど、2枚なんて壁のうち入んないっすね。かといってドラのいいピン統一落としは少し手が終わるんでしたくない。リャンシャンテン、ロシオ、打点は十分。三蔵が、イーソー通りそうだけど、
待って。3がないのに1がションパイ。1のシャボ。言いそうのシャボ。あるなぁと思って今言いそうじゃなくてあえて3増を切りました。レーチ！なんとか追いついた。追いついたんで、そのリスクの見返りください。スーチーソーください。愛をくださいじゃねえよ。スーチーソーです。愛なんかいらねえからスーチーソーくれ。これは強烈なつま上がり。強烈。いや、向こうは絶好の白つも。仕上げてきてるね。急走で染めてリーチか。ここにリャンゾー見えたんで、まあ、本一はないかなと思ったんですが、綺麗に染まってる。さすが。一人置いてきぼり、こっからです。この曲で1万2000くらって箱みたいな展開が一番嫌なんで、ここはもう、2000点残区で流すっていうのは、ありありです。この曲で高い手を仕上げるとか、倍マンダ、3倍マンダは狙わないです。かといって1000点のためにポンポンポンみたいなのは、するかは疑問ですけど、あと老朽層引いてリーチ。ここはドラを持ってきた。老朽層引いてリーチ。重苦しい場になっています。何重なったら、7、8落とすかな。もう老朽層さっと。普通に老朽層、平凡な確率で老朽層引いて、リーチ。よしよしよし。リーチ。あ、もういいです、いいです。飛んでもいいです。もうこっち瀕死状態なんで、むしろ向こうドラポンして、テンパイ維持するために、老朽層つもぎり。トイメン、プレイヤーのリーチに。よし。休めですが、リーピンツモドライチ、1326は5300なんで、5300なんで、2033かな。2033でいいのか。一本場なんで、2033ですね。よし、これでいい。この親でラッシュするしかない。ドラはローピン、プレイヤーは親です。この試合もいよいよオーラスできる手配ですか。これは最後に見せ場を作れるか注目です。さあ勝つのは一体どのプレイヤーか。プレイヤー早くもリャンシャン点。一気に寄せに行って面前で想図の染め手を作り上げる。さあこの範囲に反応するか。ちょっと一巡ちょっとかなり迷った。つもぎりが続きます。連チャン狙いのポンもちろんありですけど、自分であんこにして、または想像を伸ばして面前リーチ。この判断がどう出るか。ただ手が伸びないし、2枚目今白出たらポンです。さっきないとけよって感じですけど、7巡目までのツモが良くないんで。よし、ペイは残り1、白も1、関係ねえ。ここはもう全突破。ああもう完敗。長渕完敗です。これはイースーピン。いやーお見事。これはイベント戦で三茶でもダメなのに、こんな箱寸前の三茶引いたらもう、それ S 賞はきついかなと。自分だけ7000の合計みたいな感じなんで、おそらく本当にイベント戦でトップ見てる人は、一回でも三茶引いたら、もう一回、1半チャン目からやり直しと。そのくらいの、まあ、情熱は見せないと。ランキングは狙えないなと。イベント戦はマイナスが大きいんで、イベント戦の3、うわ !4.3。馬が0ですね。55。55、20、0。馬は55、25、0。三茶は0です。素点プラス
馬。三茶は素点プラス馬ゼロ。素点が4300点なんで 4.3。少し、イベント戦を繰り返しながら、素点の計算とか。大体大会変わっても素点の計算一緒だったりするんで、今、サンマの素点の計算を覚えちまえば、次のサンマのイベント戦に役に立ったりするんで。やっと、いいとこなしの三茶で、悔しい曲を打ってしまいました。また、続けていきたいと思います。今回も見てくれて、いつも見てくれてありがとうございます。感謝しております。また、ドヤーと、ゴー。まあ、そんなシーンを作れるように、打ちたいと思います。ありがとうございました。